森御寺院ヶ原の敵討ち播磨国四季島郡姫路の城主堺歌守忠光の神屋敷は江戸城の大手向かい左門にあったそこの金部屋にはいつも侍が二人ずつ泊まることになっていたしかるに天保四年 水野と美当年55歳になる大金奉行山本三右衛門という老人がただ一人座っている夕べ一緒に泊まるはずの小金奉行が病気引きをしたので寂しいよさむを一人でしのいだのであるそばには骨の太いがっしりした安藤がある 等身に花が咲いて薄暗くなった橙だい色の火が東雲の,の窓の明かりと当分に部屋を漁しているヤグはもうヤグつづらにしまってある障子の外に人の気配がした「申しお宅から休養のお手紙が回りました」「お前は誰だい大表の小遣いでございます」 三門は家から障子を開けた手紙を持ってきたのは名は知らぬが見知った顔の小遣いで二十歳になるかならぬの若者である受け取った封書を持って安堂の前に座った三右衛門はまず刀身の花を落として書き立てたそして懐から花紙袋を出してその中の眼鏡を取ってかけたさて上書きを改めたが 右兵衛の手でもなければ女房の手でもないちょいと首を傾けたが宛名には相違がないのでとにかく封を切った手紙を引き出して開きかけて三右衛門は驚いた中は白紙であるはっと思った途端に頭を強く打たれたまた驚く間もなく白紙の上に血がタラタラと落ちた 後ろから一刀浴びせられたのである矢口面の前に置いてあった脇差しを手探りに取ろうとするところへもう二の太刀を打ち下ろしてくる無意識に右の手を上げて受ける手首がばったり切り落とされた立ち上がって左の手で胸ぐらにつかみついた相手は存外卑怯なやつであった 胸ぐらを振り放し品に持っていた白羽を三右衛門に投げつけて廊下へ逃げ出した三右衛門は資料のいとまもなく後を追った中の口まで出たがもう相手の行方が知れない痛手を負った老人の足は壮年のく者に及ばなかったのである三右衛門は焼けるような痛みを頭と手とに覚えてめまいが兆してきた それでも自分で自分を励まして金部屋へ引き返して何より先に金箱の錠前を改めた何の異常もないまずよかったと思った時めまいが強く起こったので左の手でヤグウツヅラを引き寄せてそれに寄りかかったそして深い緩い息をついていた物音を聞きつけて最初に駆けつけたのは 泊まり番の勝ち目つ,けであったついで目付が来る大目付が来る元締めが来る医師を呼びにやる三右門の妻子のいる柿柄町の中屋敷へ使いが走っていく三右門は精神が確かで役人らに問われてはっきりした返事をした「自分には医種遺恨を受ける覚えはない」。 白紙の手紙を持ってきて切ってかかった男は顔を知って名を知らぬ表小遣いである。多分金銀に望みをかけたものであろう。家督相続のことをよろしく頼む。仇を討ってくれるようにせがれに言ってもらいたいというのである。その間三右衛門は残念だ残念だとたびたび繰り返していた。 現場に落ちていた刀は23日前作事の方に勤めていた五世浪氏が詰書にかけて置いたのを盗まれた品であった門番を調べてみれば宇野国杉に表小遣い亀蔵という者が休養のお使いだと言って通用門を出たということである亀蔵は神田九右衛門町第一の中間口入れ宿藤屋寺三郎が入れた男で二十歳になる 下請け宿は若狭や亀吉である。表小遣い亀蔵が部屋を改めて見れば、山本のほか四人の金部屋役人にそれぞれ当てた封書があって、中は皆白紙である。察するに亀蔵は、相番、泊まり番の中の誰かを殺して金を盗もうとかねて図っていたのであろう。おううそのほかの狂犬のために、 江戸は物価の登記した年なので心得違いのものができたのであろうということになった天保四年は小売米百門に五合五尺になった天明以後の貴金年である医師が来て三重門に手当てをした親族が駆けつけた柿原町の中屋敷から来たのは三重門の女房と 右イ,イは19歳になっている右イの姉莉オは細川長門守沖田家の奥に勤めていたので豊島町の細川邸から来た当年22歳である三右衛門の女房は後沿いで莉オと右イとのためにはママ母であるこのほかにまだ三右衛門の妹で 小倉神殿の城主小笠原貧の守貞義の家来原田何がしの妻になって麻布被学窪の小笠原邸にいるのがあるがそれは間に合わないで堺邸には来なかった三右衛門は医師があまりものを言わぬがいいというのに構わず女房子供にも役人と言ったと同じことを繰り返して言って聞かせた柿殻町の住まいは手狭で 解放が行き届くまいというので浜町添屋敷の神戸何が仕方で三右衛門を引き取るようにさだせられたこれは山本家の遠い親戚である妻子はそこへ付き添っていったそのうちに原田の女房も来た神戸方で三右衛門は二十七日の虎の国に絶命したその日の鳥の下国に 神屋敷から見聞に来た勝目つけ小人目つけらに手付けがついてきたのである見聞の役人は三衣門の女房せがれ右兵娘リオの口書きを取った役人の覆名によって堺家から沙汰があった三衣門がおもでを追いながらくせものを中の口まで追って出たのは平勢の心得方よろしきにつき 格式総統の葬儀取り行うべしというのである三右衛門の傷を受けた現場にあったくせ者の刀は役人の手で元の持ち主御世何しに見せられた28日に三右衛門の遺外は山本家の菩提書戦争堂前の変流寺に葬られた弔いを出す前に神戸方で 右衛門が遭難当時に持っていたものの始末をした時大将も当然せがれ右兵が持って帰るはずであったが娘リオは切に行こうて脇差しを譲り受けたそして右兵がそれを承諾すると泣き晴らしていたリオの目が摂奈の間喜びに輝いた「侍が親を殺害せられた場合には敵討ちをしなくてはならない。 ましてや三右衛門が遺族にとってはその敵討ちが個人の遺言になっているそこで親族打ち寄ってたびたび評議を凝らした末翌天保5年木の伊馬の年の正月中旬に表向き敵討ちの願いをした評議の席で一番熱心に復讐がしたいと言い続けて成功を急いで気をいらったのは右兵であった 色の青い、痩せた骨細の若者ではあるが病心ではない姉のリオは始終黙って人の話を聞いていたが願い書に自分の名を書き入れてもらうことだけはきっと居直って要求したリオは住人並みの要望で筋肉の引き締まった子女である未亡人は頭痛持ちでこんな席は稀にしか出てこぬが出てくると もし帰り討ちなどに愛は住まいかという心配ばかりして果てはどうしてこんな災難にあったことかと繰り返して口説くのであった比嘉久から来る原田夫婦や未亡人の実弟桜井須前衛門はいつもそれを慰めようとして骨を折ったしかるにここに親戚一同がひどく頼みに思っている男が一人あるこの男は 本国姫路にいるのでこういう席には列することができなかったが封印に接するや否や悔やみの情をよこして敵討ちにはきっと助立ちをすると誓ったのである姫路ではこの男は家老本田生りに仕えている名は山本九郎右衛門といって当年45歳になる亡くなった三右衛門がためには九つ違いの実定である クロウエモンは兄の不印を得たとき、すぐに主人・イキリに願い書を出した。老い・メイが仇討ちをするから、自分は留守をせがれ・竹蔵に任せておいて、助立ちに出たいというのである。主人・ホンダ・イキリは、徳川家康が坂井家につけたイキリの子孫で、武士道に心入れの深い人なので、すぐにクロウエモンの願いを聞き届けた。 江戸ではまだ敵討ちの願いを出したばかりで神からそんな沙汰もないうちに九郎右衛門はきりからこしらえつきの刀一腰と手当金二十郎とをもらって姫路を立ったそれが正月二十三日のことである二月五日に九郎右衛門は江戸柿原町の中屋敷にある山本右兵衛が家に着いた右兵をはじめ 細川家からいとまを取って帰っていた姉のリオが喜びは例えようがない沈着で口数を利かぬ筋骨たくましい叔父を見たばかりで姉も弟も安堵の思いをしたのであるまだこっちではお許しは殿下と九郎右衛門は右兵に問うたはいまだ何の御沙汰もございませんお役人方に伺いましたが 多分、気中だからごさたがないのだろうと申すことで。クロエモンは眉間にシワを寄せた。しばらくして、大きい車は周りが遅いのと言った。それからクロエモンは旅の支度ができたかと問うた。いずれお許しが出てからと右イが言った。おじの眉間にはまたシワが寄った。しかし今度は長い間何とも言わなかった。 他の話をいろいろしたあとで叔父は思い出したように言ったあの支度はのう先へしておいてもよいぞよ6日には九郎右衛門が兄の墓参をした7日には浜町の神戸方へ兄が松子に世話になった礼に言った西北の風の強い日でちょうど九郎右衛門が神戸の家にいるうちに神戸から火事が始まった 歴史に残っているる馬年の大化である羊の国に佐久間町二丁目の琴三味戦士の家から出火して日本橋方面へ焼け広がり翌朝宇の国まで焼けた八つ字分三味線屋から琴を出し火の手が散りて飛んだ大火事という落種があった浜町もカキ殻町も風下でしたで。 火の手は三つに分かれて焼けてくるのを見て、寒めの家は人でも多いからといって、黒衛門は柿原町へ飛んで帰った。山本の家では黒衛門が指図をして荷物は残らず出させたが、猿の下国には中屋敷一面が火になって山本も焼けた。リオは火事が始まるとすぐ旧主人の細川家の屋敷を指してかけて行ったが、 もう豊島町は火になっていた。危ない危ない姉さん火の中へ逃げちゃいけねえなどというものがあるとうとう避難者や野獣馬どもの間に挟まれて身動きもならぬようになる頭の上は火の粉がバラバラ落ちてくるリオは涙ぐんで亀井町の手前から引き返してしまったうちへはもう叔父が浜町から帰って荷物を片付けていた 浜町も矢の蔵に近い方は大部分焼けたが、幸いに堺家の添え屋敷は焼け残った。寒部家重ね重ね世話になるのは気の毒だというので、右兵一家はやはり遠い親戚にあたる添え屋敷の山本平作方へ、八日の辰野国杉に避難した。三重門が遺族は山本平作方の部屋を借りて、 夢の中で夢を見るような心持ちになってぼんやりしている未亡人は頭痛が起こって寝たきりである右兵は腕組みをして何やら考え込むただリオ一人平作の家族に気兼ねをしながら海外し立ち働いていたが昼頃になって細川の奥方の立ち退き所が知れたのですぐに見舞いに行った晩にリオが帰るとクロエ衛門が言った おい、もう当分我々はうちなんぞはいらんが若殿が旅に出て風邪をひかぬように支度だけはしてやらんではならんぞ叔父は右兵を若殿若殿と呼んでからかっているのである「はい」と言ったリオはその晩から右兵の衣類に手をつけた9日にはリオが旅支度にいるものを買いに出た 門が書きつけにして渡したのである「今日は風が南に変わって珍しく暖かいと思っていると鳥の上国にまた干物町から出荷したおととい焼け残った町屋がまたこの火事で焼けた」10日にはまた寒い西北の風が強く吹いていると正午に大名工事の松平ほ記の神宗明の上屋敷から出荷して 京橋方面から芝口へかけて焼けた続いて11日にも12日にも火事がある物価の高いのに災難が引き続いてあるので江戸中人心恐々としている山本方で商人に注文した少しばかりの品物にも思いかけぬ手違いができてリオがいくら気を衛んでも支度がなかなかはかどらないある日九郎右衛門は タバコを飲みながらリオの裁縫するのを見ていたが不審らしい顔をしてキセルを下に置いた「なんだいそんなちっぽけなものをこしらえたってしようがないじゃないか若殿はのっぽでおいでになるからなリオは顔を赤くしたあのこれは私ので縫っているのは女のキャハン甲崖である何だと おじは目を大きく見張った「お前も武者修行に出るのかいはい」と言ったがリオは縫い物の手を止めない「ふん」と言っておじはやや久しくめいの顔を見ていたそしてこう言った「そいつはダメだめだお前のような可愛らしい女の子を連れてどこまで行くかわからん旅ができるものか敵にはどこで出会うか何年たって出会うか まるで当てがないのだ「俺と右兵とはただそれを探しに行くのだ。見つかってからお前に知らせればいいじゃないか」。おっしゃる通りどこでお会いになるか知れませんのにきっと江戸へお知らせになることができましょうか。それに江戸から参るのをきっとお待ちになることができましょうか。罪のないような狡猾らしいようなクリクリした目で微笑を帯びて叔父の顔をじっと見た。 おじは少なからず狼狽したなるほどそれは時と場合とによることでわしもきっととは言いかねるできることならどうにでもしてお前をその場へ呼んでやるのだ万一間に合わぬことがあったらそれはお前が女に生まれた不詳だと諦めてくれるよりほかないそれご覧遊ばせ私はどうしてもその万一のことのないようにいたしとうございます女は連れて行かれぬとおっしゃるなら 私はになって参りまままりす。まあそう言うなあまも女じゃからのうリオは涙を縫い物の上に落として黙っているおじは一面言葉を尽くして慰めたが一面女は連れて行かぬときっぱり言い渡したリオは涙を拭いて縫い刺したキャをそっとそばにあった風呂敷包みの中にしまった 坂井忠光は月番老中大久保加賀神忠実と三奉行とに届け済みの上で二月二十六日付をもって右兵、李与、黒右衛門の三人に宛てた大目付連書の証文を渡して敵討ちを許した早々本意を達し立ち返るべしもしまた敵死にそうらは確かなる証拠をもって申し立つべしという沙汰である 留守へは縁が下がるリオはお許しは出ても敵を探しには旅立たぬことになってみればこれで未亡人とリオとの江戸での居所さえ決めておけば九郎右兵の二人は出立することができるのであるリオは小笠原邸の原田夫婦がひとまず引き取ることになった病身な未亡人は願い済みの上で 里方櫻井住民のうちで保養することになった。さていよいよクロ黒江門右兵の二人が門出をしようとしたが、二人とも仇の顔を知らない。妊娑書きだけを頼りにするのはいかにも心細いので、口入れ宿の藤屋や受け宿の若狭屋へ行っていろいろ問いだしたが、これという事実も聞き出されない。それに要望がわからぬばかりでなく、 正国も奇襲だとは言っているがしかとしたことは分からぬらしいただ堺家に奉公する前には上州高崎にいたことがあるというだけであるその時山本を平鎖く方へ突然訪ねてきた男があるこの男は近江の国浅井郡の生まれで若い時に江戸に出て諸家に中元暴行しているうちに ちょうど亀蔵と一緒に堺井家の表小遣いをして三右衛門には世話になったこともあるのでもしお役に立つようなら幸い今は堺井家から糸間を取っているから敵の見知り人としてついて行ってもよいというのである名は文吉といって42歳になる体は丈夫で渡り物の仲間には珍しい実直なものだということが一目見て分かった 門が会って話をしてみてすぐに右兵の家来に召し抱えることにした九郎右兵文吉の三人は29日に菩提将遍流寺から出立することに決めて前日に浜町の山本平策方を引き払って寺へ行ったそこへは病気のまだよくならぬ未亡人のほか李央をはじめ親戚一同が集まってきて まず母さんをして、それから離別の杯を組み交わした。十時はその席へそばを出して、これは手打ちの乱切りでございますと茶番めいた工場を言った。親戚は笑い教じて、ただ一人打ちしおれている利を促し立てて帰った。寺に一夜寝て、二十九日の朝、三人は旅に立った。 文吉は荷物を追って一番後をついていく亀蔵が方向前にいたというのを頼りにして最初光付けの国高崎を指していくのである黒江門も右兵も文吉も高崎を指していくのに亀蔵が高崎にいそうだという気にはなっていないどこを指して行こうという見当がつかぬのでまず高崎へでも行ってみようと思うに過ぎない 亀蔵というブライカンともいえば言われる住所不定の男の在りかを日本国中で探そうとするのは米蔵の中の米粒一つを探すようなものであるどの俵に手をつけていいかわからないしかしそれほどのおぼつかないことが一方から見れば是非ともしとげなくてはならぬことであるそこで一行はまず高崎という俵をほどいてみることにした 高崎では漱石が知れるので、前橋へ出た。ここには、江の木町の清淳寺に山本家の先祖の墓がある。黒江門らはそれに参って成功を祈った。そこから藤岡に出て、五六日いた。そこから武蔵の国の境を越して、小玉村に三日いた。三峰山に登っては、三峰権現に祈願を込めた。 八王子を経て甲斐国に入って軍内甲府を2日に回って身延山へ参詣した信濃の国では上諏訪から和田峠を越えて上田の善光寺に参った越後の国では高田を3日今町を2日柏崎長岡を1日三女新潟を4日で回ったそこから加賀街道に転じて越中の国に入って 富山に三日いたこの辺りは去年の影響を被ることが甚だしくて一行は麦に芋大根を切り混ぜた飯を食って農家の土間にむしろを敷いて寝た飛騨の国では高山に二日美濃の国では金山に一日いて木曽路を大田に出た尾張の国では犬山に一日名古屋に四日いて 東海道を宮に出て、鞘を経て伊勢の国に入り、桑名四日市津を回り、松坂に三日いた。一行が二日以上泊まるのは、まれに一日のくたびれ休みをすることもあるが、大抵何か手がかりがありそうに思われるので、特別捜索をするのである。松坂では、都の町に木台岩橋何がしというものがいて、 黒衛門らの言うことを親切に聞き取って綿密な調べをしてくれたその調べ上げた事実を言って聞かせられた時は一行は暗中にともし火を認めたような気がしたのである松坂に深谷左平という大商人があるそこへは紀伊の奥に熊野浦長島外町の漁師佐大衛門という者が毎日魚を送ってよこす。 その縁で左兵は左大衛門一家と心安くなっているしかるに左衛門の長男亀蔵は若い時江戸へ出て音信不通になったので次男定助一人を頼りにしているその亀蔵が今年正月21日にボロを身にまとって深野屋へ訪ねてきた左兵はお前のような不幸者を親父様に知らせずに止めておくことはできぬと言った 亀蔵はすごすご深野屋の店を立ち去ったがそれを見た者があれは紀州の亀蔵という男で何でも江戸で悪いことをして逃げてきたのだろうと評判した後に深野屋へ聞こえたところによると亀蔵は正月24日に熊野仁郷村にいる母方の叔父凛介の家に来て置いてくれと頼んだが凛介は貧乏していて人を置くことができぬと言って。 進めて父・ダ右モ門が元へやった知人に頼ろうとしそれがかなわぬ段になって初めて親戚を訪れ親戚に断られて亀蔵はようよう親元へ帰る気になったらしいダ右モ門のうちには28日に帰った2月中旬に亀蔵は江戸で悪いことをして帰ったのだろうという噂が松坂からダ右モ門の方へ聞こえた サダイモンが何をしたかと問った時カメゾウは目上の人に傷を負わせたと言ったそこでサダイモンとリンスケットでカメゾウを坊主にして高野山に登らせることにした二人が提発したカメゾウを三浦坂まで送って別れたのが二月十九日のことであるカメゾウはその時茶の弁慶島の木綿綿入れを着て綿帯を締め 舞の桃引きを履いてキャハンを当てていた。海中には一両を持っていた。亀蔵は二十二日に高野寮清水村の又部というものの家に泊まって、翌二十三日も雨が降ったので滞留した。そして二十四日に高野山に登った。山であったものもある。二十六日の夕方には下山して 橋元にいたた。のを人が見たそれからは行方不明になっている多分四国へでも渡ったかということである松坂の木材にこの顛末を聞いた時この坊主になった定右門のせがれ亀蔵が仇だということに義を挟む者は主従3人のうちに1人もなかった右兵は すぐに四国へ訪ねていこうと言ったしかし九郎右衛門がそれを止めて四国へ渡ったかもしれぬというのは根拠のない水量である四国へもいずれ行くとしてまず手近な土地から探すがよいと言った一行は松坂を立って武運を祈るために参偶したそれから席を経て東海道を摂津の国大阪に出てここに23日を費やした。 その間に松坂から頼りがあって紀州の佐大衛門がせがれの行く末を心配してきやみで亡くなったということを聞いたそれから西宮兵庫を経て播磨の国に入り明石から本国姫路に出て魚町の旅籠に3日いた黒郎衛門はせがれのうちがあっても本位を遂げるまでは立ち寄らぬのであるそれから備前の国に入り岡山を経て 下山から水無月十六日の夜船に乗っていよいよ四国へ渡った松坂以来黒郎右衛門の捜索方針に対してやや不満らしい景色を見せながらつまりは医師の堅固な機嫌に浮き沈みのないお父に威圧せられてついて歩いていた右兵がこの時急に活気を生じて船中で夜の更けるまで話し続けた十六日の朝 船は讃岐の奥に丸亀に着いた文吉に松尾を訪ねさせておいて2人は象頭山へ祈願に登ったすると三浪人が丸亀で一癖ありげなよそ者の若い僧を見たという話をした右兵衛はもう敵を見つけたような気になって猪の国に山を下った丸亀に帰って文吉を松尾から呼んで僧を見させたが それは別人であった。伊予の国の銅山は諸国の悪者の集まるところだと聞いて一行は銅山を二日探したそれから西城に二日小春今治に二日いて松山から道後の温泉に出たここへ来るまでに暑さを犯して旅行した右兵は流飲潜痛に悩み 分吉も下痢して食事が進まぬので湯の町で50日の間保養しただいぶ体が良くなったと言って中大須を2日探して八幡浜へ出ると屏風を押して歩いた右兵が力抜けがして患ったそこで5日間滞留してよう,よう九州行きの船に乗ることができた四国の旅はむなしく過ぎたのである 船は文後の国、佐賀の席に着いた。鶴崎を経て肥後の国に入り、阿蘇山の阿蘇神宮、熊本の青少港へ祈願に参って、熊本と高橋と三日ずつ探して、船で肥前の国、島原に渡った。そこに二日いて長崎へ出た。長崎で三日目に、仇らしい僧を島原で見たという話を聞いて、 引き返してまた島原を五日訪ねたそれから熊本をさらに三日宇都を2日八代を1日南区塾を二日訪ねて再び船で非善の国温泉岳の下の港へ渡ったすると長崎から来た人の話に仇らしい層の長崎にいることを聞いた長崎上築後町の一光州の寺に 観禅寺というのがあるそこへ二十歳前後の若い僧が来て棒を指南しているというのである一行はまた長崎行きの船に乗った長崎に着いたのは霜月8日の朝である船引き地町の神谷という家に泊まって町年市より福田何がしに尋ね人のことを頼んだここで聞けば観禅寺の客層は いいよいよ敵らしく思われるそれは奇襲生まれのもので何か人目をはばかるわけがあると言って門外不出で暮らしているというのである親切な町年寄りはもし取り逃してはならぬと言って盗賊方二人を同行させることにした町で剣術指南をしている小川浪頭という者も,のも町年寄りの話を聞いてぜひその場に立ち会って 場合によっては助立がししたいと申し込んだクローエモン右兵の二人は「大村家の侍で棒の修行を混蒙するものだ」と言って完全寺に弟子入りのことを言い入れた「客層は勝因して明日の美濃国に面会しよう」と言った二人は喜び悼んで文吉を連れて寺へ行く小川と盗賊方の二人とは後に続く。 さて文吉に合図を教えて客層に面会してみるとにもよらぬ人であったようようその場を取り繕って寺を出たが皆いまいましがるうちに不平はことに落胆した一行は福田小河原に礼を言って長崎を立って大村に五日行って佐賀へ出たこの時黒右衛門が足板を起こして杖をついて歩くようになった。 筑前の国ではまず太宰府天満宮に参詣して祈願を込め博多福岡に2日いて豊前の国小倉から船に乗って九州を離れた長門の国下関に船で渡ったのが師走6日であった。雪は降ってくる。 門の足板は次第におもるばかりであるとうとう右兵とと文吉とで進めて黒右衛門を一旦姫路へ帰すことにした黒右衛門は渋りながら下関から船に乗って師走十二日の朝播磨国室野津に着いたそしてその日のうちに姫路の城下平野町の稲田屋に入った本位を遂げるまでは あくまでも旅中の心得でいてせがれの家には帰らぬのである右兵衛は黒郎右衛門を送っておいて師走十日に文吉を連れて下関を立ったそれから周防国宮市に二日いて室住を経て岩国の錦帯橋へ出たそこを三日探して船で秋の国宮島へ渡った 広島に8かいてビンゴの国に入り尾道ともに十七日福山に二日いたそれから備前の国岡山を経て黒右衛門の見舞い方々姫路に立ち寄った右兵分文吉が姫路の稲田屋で黒右衛門と再会したのは天保六年木のと羊の年正月二十日であった。ちょうどその時、 高岩山の神主谷口がしという者が怪しい否認のことを知らせてくれたので九郎右衛門が文吉を店にやった「否認は石見生まれだ」と言っていた人に怪しまれるのは脇差しを持っていたからであったしかし敵ではなかった九郎右衛門の足はまだなかなか治らぬので右兵は2月2日に文吉を連れて 姫路を立って五日に大阪に着いた宿は阿波沢奥井町の角国屋であるしかるに黒衛門は二人を立たせてから間もなく足が良くなって十四日には姫路を立って赤石から船に乗って大阪へ追いかけていった三人は角国屋に泊まってところどころ尋ね回るうちに路銀がつきそうになった そこで宿屋の主人の世話で黒郎右衛門はあん馬になり文吉は淡島の安間に,になったのは柔術の心得があるからあん馬のできぬはずはないというのであった淡島の神主というのは神社で神に仕えるものではない胸に小さい宮をかけてそこにもみで塗ったくくりざるなどを吊り下げ手に鈴を振って歩く小敷きである。 その時、クローエも右兵の二人は、文吉にいとまをやろうとしてこう言った。これまでも我々は、ただお前と寝食を共にするというだけで、給料というものもやらず、名のみ家来にしていたのに、お前はよく辛抱して勤めてくれた。しかし、もう日本全国をあらかた遍歴してみたが、仇はなかなか見つからない。この塩梅では、 我々が本意を遂げるのはいつのことかわからない。ことによったらこのまま恨みを飲んで道路にのたれ死にをするかもしれない。お前はこれまで言葉で述べられぬほどの親切を尽くしてくれたのだから、どうもこの上一緒にいてくれとは言いかねる。もちろん仇の免停を見知らぬ我々はお前に別れては困るに違いないが、もはや是非に及ばない。ただ運を天に任せて、 名乗りり合う日を待つより他はない「お前は忠実この上もない人であるからこれから宗取りをしたらどんな立身もできようどうぞここで別れてくれ」というのであった。九郎エ衛門はかねて右兵に相談しておいて文吉を呼んでこの申し渡しをした。右兵はそばで腕組みをして聞いていたが涙は頬を伝って流れていた。 黙って突っ伏して聞いていた文吉は言葉の切れるのを待って頭をもたげた見張った目は異様に輝いているそして一声「旦那それは違います」と叫んだ心は激して言葉はしどろであったが文吉はおおよそこんなことを言った「この度の方向は当たり前の方向ではない。 仇討ちの友に立つからは命はないものである。お二人が守備よく本意を遂げられればよし、万一敵に多勢の悪者でも加担して返り討ちにでも遭われれば一緒に討たれるかその場を逃れて二重の仇を討つかの二つよりほかない。足腰の立つ間はよしや老いとまが出ても影の形に沿うように離れぬというのであった。さすがの九郎右衛門も。 言右兵衛はよみがえった思いをしたそれからは三人が角国屋を出てきちん宿に置き伏しすることになったもうどこを指して行ってみようというところもないのでただやむに勝るくらいの考えで神仏の加護を念じながら日ごとに市中を徘徊していたそのうちに大阪に 外悪が流行して、きちん宿も咳をする人だらけになった。弥生の初めに右辺と分岐地とが感染して熱を出して寝た。クロエもんは自分のもらった銭で三人が一口ずつでも粥をすするようにしていた。卯きの初めに二人が本腹すると、今度はクロエもんが寝た。体は頑丈。でも年を取っているので、容体が二人より悪い。 人のいい医者を頼んで見てもらうと「召喚」だと言ったそれは熱が高いので上ごとに「こら待てだの逃がすものかだの」と叫んだからであるきちん宿の主人が迷惑がるのを文吉がなだめすかして病人を介抱しているうちに病みつきの急激であった割に九郎右衛門の強い体は少ない引かずで病気に打ち勝った。 クロエモンの回復したのを文吉は喜んだが、ここに今一つの心配ができた。それは普段から機嫌の変わりやすい右兵が、病後に際立って精神の変調を呈してきたことである。右兵は常はおとなしい太ちである。それにどこかよなれぬぼんやりしたところがあるので、クロエモンは若殿とあだ名をつけていた。 しかしこの若者は柔らかい草葉の風になびくように何事にも強く感動するそんな時には常青い顔に紅が調子てきて別人のように能弁になるそれが過ぎると反動が来て沈鬱になって頭を垂れ手をこまぬいて黙っている右兵がこの性質には叔父も文吉も慣れていたが 今の様子はそれとも変わってきているのである。長生平穏な時がなくなって始終興奮している。イライラしたような立ち居振る舞いをする。それにいつものような発揚の状態になっておしゃべりをすることは耐えてない。むしろ沈黙がちだと言ってもよい。ただ興奮しているために些細なことにも腹を立てる。 また何事もないとわざわざ人を挑んで言葉尻を取って怒りの動機を作るさて怒りが生じたところでそれをあらわに発動させずに口小言を言ってすねているこういう状態が二三日続いた時文吉は黒郎右衛門に言った若旦那のご様子はどうも変じゃございませんか文吉は右兵のことをいつか若旦那ということになっていた 九郎右衛門は気にもかけぬらしく笑っていった。若殿か、あのご機嫌の悪いのは、うまいものでも食わせると治るのだ。九郎右衛門のこう言ったのも無理はない。三人は日ごとに顔を見合っていて気がつかぬが、困窮と病和と気量との三つの苦言をなめ尽くして、どれもどれも江戸を絶った日の面影はなくなっているのである。 文吉がこの話をした翌日の朝であった。相ア宿アの者がそれぞれ稼ぎに出た後で、右兵は黒右衛門の前に膝を進めて何か言い出しそうにしてまた黙ってしまった。どうしたのだいとお父が言った。実は少し考えたことがあるのです。何でもいいからそう言え。おじさん、 あなたはいつ仇に会えると思っていますか。それはお前にもわかるまいが、俺にもわからんの。そうでしょう。雲は網を張って虫のかかるのを待っています。あれはどの虫でもいいのだから平気で待っているのです。もし一匹の決まった虫を取ろうとするのだと、雲の網は役に立ちますまい。私はこうして行幸をあてにしていつまでも待つのが嫌になりました。 るいぶん俺もお前もほうぼ見て歩いたじゃないか。ええそれは歩くには歩きましたがと言いかけて右兵は黙った。はてな歩くには歩いたが何が悪かったというのか構わんから言え右兵はやはり黙っておじの顔をじっと見ていたがしばらくしていった。おじさん私どもは随分歩くには歩きました。 しかし歩いたってこれは見つからないのが当たり前かもしれません。じっとして網を張っていたって来てかかりっこありませんが、歩いていたってぶつからないかもしれません。それを先へ先へと考えてみますと、どうも妙です。私は変な心持ちがしてなりません。右兵はまた膝を進めた。おじさん、あなたはどうしてそんな平気な様子をしていられるのです 右兵のこの言葉を叔父は非常な注意の集中を持って聞いていた。そうか、そう思うのか。よく聞けよ。それは武運がつたなくて神にも仏にも見放されたらお前の言う通りだろう。人間はそうしたものではない。腰が立てば歩いて探す。病気になれば寝ていて待つ。神仏の加護があれば敵にはいつか会われる。 歩いて行き合うかもしれぬが寝ているところへ来るかもしれぬ右兵の口角にはかすかなあざけるような微笑がひらめいた「おじさんあなたは神や仏が本当に助けてくれるものだと思っていますか」「クロエ衛門は物にどうぜぬ男なのにこれを聞いたときには一種の気味悪さを感じた」「うん。 それは分からん。分からんのが神仏だ。右兵衛の態度は不思議に転然としていて、いつもの興奮の状態とは違っている。そうでしょう。神仏は分からぬものです。実は私は、もう今までしたようなことをやめて、私の勝手にしようかと思っています。クロエモンの目は大きく開いて、 眉が高く上がったがみるみる青ざめた顔に血が上って拳が固く握られた「ふ、うんそんなら敵討ちはやめにするのか」「右兵は軽く微笑んだ」「怒ったことのない叔父を怒らせたのに満足したらしい」「そうじゃありません」「亀蔵は憎いヤスですからもし出会ったらひどい目に遭わせてやります」「だが 探すのも待つのもダメですから、出会うまではあいつのことなんか考えずにいます。私は晴れがましい仇討ちをしようとは思いませんから、助立ちもいりません。仇が知れれば知れるとき知れるのですから、見知り人もいりません。文吉はこれからあなたの家来にしてお使いくださいまし、私は近いうちにおとまをいたすつもりです。クロエモンが怒りは 発するや否やたちまち解けて右兵のこの言葉を聞いている間にいつもの優しいおじさんになっていたただ何事をも強いて冗談に取りなす癖のおじが珍しく生真面目になっていただけである右兵が席を立ってキチン宿の縁側を降りる時おじは「おい待て」と声をかけたが右兵の姿はもう見えなかったしかし 右兵がこれきりいなくなろうとは叔父は思わなかった夕方に文吉が帰ったので九郎右衛門は近所へ行って右兵を訪ねてこいと言った右兵は折々町の若い者の将棋を指しているところなどへ行った最初は敵の手がかりを聞き出そうとして雑談に耳を傾けていたのだが後にはただ何となしにそこで話していたのである 文吉はそういうい家を訪ねた。しかしどこにもいなかったその晩には遅くなるまでクロエ衛門が起きていて右兵衛の帰るのを待ったがとうとう帰らなかった文吉は右兵を訪ねて歩いたついでにふと玉造り方空稲荷の霊言の話を聞いたどこの誰の親の病気が治ったとかどこの誰は迷子の居所を知らせてもらったとか 若いい者どもが評判し合っていたのである文吉は黒右衛門に断って翌日行髄して身を清めて玉造りをさして出て行った敵の在りかと右兵の行方とを伺ってみようと思ったのである稲荷の社の前に来てみれば大勢の人が出入りしている数えられぬほど多く建ててある赤い鳥居が重なり合っていて 群衆はその赤いほらの中でうごめいているのである。外回りには茶店ができている。汁小屋がある。甘酒屋がある。赤いほらの両側には、見せ物小屋やら、おもちゃ店やらができている。ほらをくぐって社に入ると、神主がお初穂と言って金を受け取って、番号札を渡す。伺いを立てる人を、その番号順に呼び入れるのである。 文吉は持っていただけの銭をみんなお初子にあげたしかし順番がなかなか来ぬのでとうとう日の暮れるまで待った何も食わずに腹が減ったとも思わずにいたのであるクレムツが鳴ると神主が出て残りの番号の方は明朝をおいでなさいと言った次の日には未明に文吉が社へ行った 番号順は文吉より前なのにまだ来ておらぬ人があったので文吉は思ったより早く呼び出された文吉が砂に額をうずめて拝みながら待っているとこれも思ったより早く官主が出て御託船を取り次いだはじめの尋ね人は春頃から東国の繁華な土地にいる後の尋ね人のことは御託船がないと言った文吉は玉作りから急いで帰って 九郎右衛門はそれを聞いていった「そうか東国の半華な土地といえば江戸だがいかに亀蔵が横着でも羽化と江戸には戻っていまい」「なるほど我々が敵討ちによそへ出たということは噂に聞いたかもしれぬがそれにしても他の親類も気をつけているのだからどうも江戸に戻っていそうにない。 お前は官主に一杯食わされたのじゃないか。後の尋ね人が知れぬというのもお初ほがもう一度もらいたいのかもしれん。文吉はひどくもったいながって九郎右衛門の言葉を遮るようにしてどうぞそう言わずに五せんを信ずる気になってもらいたいと頼んだ。九郎右衛門は言った「いや俺は稲荷様を疑いはせぬ。ただどうも江戸ではなさそうに思うのだ。 こう言っているところへ、キチン宿の亭主が来た。今、家主のところへ呼ばれて江戸から来た手紙をもらったら、山本様へのお手紙であったと言って、一風の書状を出した。ク黒衛門が手に受け取って、山本右兵殿、同じくク黒衛門殿、桜井住まえ門平安と読んだとき、キチン宿でも主従の礼儀を守る文地ではあるが、 かねて聞き知っていた皇室の里からの手紙は何の用事かと気が付いて黒右衛門が開く手紙の上に乗り出すようにせずにはいられなかった敵討ちの一行がたったあとで故人三右衛門の未亡人は里方桜井まい衛門の家で持病の治るのを待ったしばらくすると難儀に会ってから時がたったのと辺りが静かになったのとのために頭痛がよほど軽くなった。 実定住まいもんは親切にはしてくれるが、世話にばかりなってもいにくいので、未亡人はあまり世話しくない方向口をと言って探して、とうとう小川町まな板橋際の高家州大沢右京大夫元明が奥に使われることになった。右兵の姉リオは、おばむこ原田方に引き取られてから、母さんの時などには、しきみをうるうばの世間話にも耳を傾けて、 仇の在りかを聞き出そうとしていたがいつか意味も明けたそこで諸々に一二か月ずつ奉公していたら自然手がかりを得るたつきにもなろうと思い立って最初は本所のあるうちに住み込んだこれは遠い親戚にあたるので奉公人やら客分やら分からぬ待遇を受けて万事の手伝いをしたのである次に赤坂の堀という家の奥に大叔が勤めていたのでそこへ手伝いに行った。 次にのある家ににした次に本郷弓町の寄り合衆本田立脇の家来に遠い親戚があるのでそこへ手伝いに行ったこんなふうに奉公先を取り替えて天保6年の春からはお茶の水の頼合衆堺亀の神の奥に勤めていたこの堺の妻は浅草の堺石見の神忠道の娘である。 未亡人もリオも敵の在りかを聞き出そうと思っていて中にもリオは昼夜それに心を砕いていたがどうしても手がかりがないクロエ衛門や右兵からは頼りが絶えなになるのに江戸でも何一つしでかしたことがない女子たちの心細さは異様うようがなかった月日がたって天保六年の五月の初めになったある日 未亡人の里方の桜井住まいもんが浅草の観音に参詣して茶店に腰をかけていると今まで止んでいた雨がまたひとしきり降ってきたその時茶店の軒へ駆け込んで雨を避ける二人連れの遊び認定の男があるそれが小ぶりになるのを待ちながら軒に立ってこんな話をした一人が言ったお前に話そうと思って忘れていたが夕べのことだった ちょうど今のように神田で雨に降り出されて、坂問屋の戸の閉まってる外でしゃがんでると、そこへ駆け込んだやつがある。見れば、あの、酒井様にいた亀じゃねえか。俺はびっくりしたよ。よくずうずうしく帰ってきやがったと思いながら、おい亀と声をかけたのだ。すると、えと言って振り向いたが、人違いをしなさんな、おいら虎というもんだと言っといて、まだ雨がどしどし降ってるのに駆け出して行ってしまいやがった。 今一人がが言っった。たじゃあまた帰ってやがるのだ。不えやつだ不な。住まいもんは2人に声をかけてその亀という男は何者だと問うた2人は侍に正されるのをひどく当惑がる様子であったがおとどしの暮れに大手の酒井様のお屋敷で悪いことをして逃げた中間の亀蔵のことだと言ったそして最後に何ちょいと見たのですから全く人違いで 本当に虎というものだったかもししれませんと言葉を濁したただ見かけたというだけのこの二人を取り押さえても別に役に立ちそうではなくまた荒立てて亀蔵に江戸を逃げられてはならぬと思って住まいも門は穏便に二人を立ち去らせた大阪で黒郎衛門が受け取ったのは桜井から亀蔵の江戸にいることを知らせてやった手紙である。 文吉はすぐに玉造りへお礼参りに行ったクロエ衛門は文吉の帰るのを待って手分けをして大阪の出口出口を回ってみた右兵の行方を街道の籠の建て場港の船戸屋について尋ねたのであるしかしそれは皆とろであったクロエ衛門は是非なく老いのことを思い捨てて江戸へ立つ支度をした「路銀は使い果たしても 金と衣類腰のものとには手はつけないクロウエモンは花色木綿のひとえ物に茶こくらの帯を締め紺浅がすりの野羽織を着て両刀を束さんだ持ち物は飛び色ごろ服の懐中物ネズミ木綿の花紙袋十手早縄である文吉も取っておいた花色のひとえ物にオナンドこくらの帯を締めて 十手早縄を懐中したキチン宿の主人には礼金をやり角国屋へは挨拶に立ち寄って黒郎右衛門主従は六月二十八日の夜船で伏見から津へ渡ったみそかに大嵐で坂の下に半日止められたほかは道中何の触りもなく二人は七月十一日の夜品川に着いた十二日 虎の国に二人は品川の宿を出て浅草の変流寺に行ってわらじのままで三右衛門の墓に参ったそれから十時に面会して人よ旅の疲れを休めた翌十三日は浦盆へで親戚の者が墓参に来る日である九郎右衛門は十時に自分たちの来たのを知らせてくれるなと口止めをして自分と文吉とは 栗に隠れていた十字はなぜかと問うたが九郎右衛門はただ「はかりごとは密成を尊ぶと申しますからな」と言ったきり他の話に紛らした母さんに来たのは原田桜井の女房たちで厳しい武家暴行をしている未亡人やリオは来なかった犬の下国になった時九郎右衛門は文吉に行った「さあこれから探しに出るのだ」。 見つけるまでは足をすりこぎにして歩くぞ。変流寺を旅支度のままで出た二人はまず浅草の観音を指していった。雷門近くなった時黒郎右衛門が文吉に言った。どうも坊主にはなっておらぬらしいからどんな風呂でいても見逃すなよ。ながどうせ立派ななりはしていないのだ。境内を回って観音を拝んで、 見知り人を桜井に会わせてもらった礼を言ったそれから蔵前を両国へ出た今日は蒸し暑いのに花火があるので涼み方々見物に出た人が押し合っている提灯に火をつける頃二人は茶店でしばらく休んで汗が少し乾くとまた歩き出した川も見えず船も見えない玉や鍵やと叫ぶ時群衆がうなじをそらして 群衆の上の花火を見る鳥の下克と思われる頃であった文吉が後ろからクロエ衛門の袖を引いたクロエ衛門は文吉の視線をたどって左手一歩前を行く背の高い男を見つけた古びた中型木綿の人と獲物に古びた花色島博多の帯を締めている。 二人は黙って後をつけた月の明るい夜である横山町を曲がる潮町から大田馬町に出る本町を横切って国町菓子から竜巻橋鎌倉菓子にかかる次第に人通りが薄らぐので黒いも門は手拭いを出して放かぶりをしてわざとよろめきながら歩く文吉はそれを助けるふりをしてついていく 神田橋外元御寺院二番ヶ原に来た時はちょうど根の穀頃であった往来はもう全く耐えている黒右衛門が文吉に恵わせをした二つの体を一つの意志で動かすように二人は後ろから目指す男に飛びついて黙って両腕をしっかりつかんだ「何をしあがる」と叫んだ男は振り離そうと身をもがいた 無言の二人は釘抜きで釘を挟んだように腕を掴んだままもがく男を道端の立ち木の陰へ引きずっていった九郎右衛門は強烈な火を石膏板で遮ったような声で言った「俺はおととしの暮れお主に撃たれた山本三右衛門の弟九郎右衛門だ国所と名前を言って覚悟をせそりゃ人違いだ オイらは先週生まれで虎像というものだそんなことをした覚えはねえ文吉が顔を覗き込んだ「おい亀目の下のほくろまで知っている俺がいるそんなしらを切るな」男は文吉の顔を見て草葉が霜にしおれるようにがっくりと首を垂れたはあ文公か クローエモンはこれだけ聞いて手早く海中から早縄を出して男を縛ったそして文吉に言ったもうここはいいからお茶の水の堺亀之進様のお屋敷へ行ってくれ工場はこうだ手前は五藤家の多奥に勤めているリオの宿元から参りました母親がかくらんで夜明けまでもつまいと申すことでござりますどうぞ格別のおぼししでお暇をくださって一目お会わせくださるようにと そういうのだ。急げ。はっと言って文吉は錦町の方角へ駆け出した堺亀之進の屋敷では今宵奥の引けが遅くてリオは洋々部屋に帰って寝巻きに着替えようとしているところであったそこへ老女の使いが呼びに来たリオは 着替えうちでよかったと思いながらすぐに立って上草履を履いて廊下伝いに老女の部屋へ行った。老女は言った。お前の宿から使いが来ているがね母親が急病だということだ。盆ではありご対応のところだが親の病気は格別だから帰っておいで。親御に会ったら夜でもすぐにお屋敷へ戻るのだよ。明日になってからまた改めておまを願ってやるから。ありがとうございます。 とリオはををして老女の部屋を滑り出たリオはこのまま行ってもよいと考えながら使いとは誰が来たのかと奥の口へ覗きに出た御用を勤める時の支度で木綿中型のひとえ物に黒ジュスの帯を締めていたのである奥の口でリオは旅支度の文吉と顔を見合わせたそして親の病気が口実だということを悟った リオと一緒に奥を下がったほうばいが二三人物珍しげに廊下に集まってリオが宿の使いに会うのを見ようとしているちょいと忘れ物をいたしましたからとリオは独り言のように言って足を早めて部屋へ引き返した部屋の戸を内から閉めたリオはつづらの蓋を開けたまず取り出したのは着替えの片桃一枚である次に 肘をずっとそこまで差し入れて担当を一本取り出した当番の夜父三右衛門が持っていた脇差しであるリオは二品を手早くふくさに包んで持って出た文吉は敵を捕まえた天末を途中でリオに話しながら御寺院ヶ原へ来たリオは黒右衛門に挨拶して着替えをする余裕はないので 担当だけを包みの中から出し九郎右衛門は敵に言ったそこへ来たのが三右衛門の娘リオだ三右衛門を殺したことと自分の国所名前をそこで言え敵は顔を上げてリオを見たそして言った私もこれまでだ本当のことを言いますなるほど山本さんに傷をつけたのは私だが殺しはしません 勝負事に負けて金に困ったものですから、どうかして金が取りたいと思って、あんなヘマなことをしました。私は泉州幾田郡上野原村の吉兵衛というもののせがれで、名は虎蔵と言います。井様へ小遣いに住み込む時、勝負事で知り合いになっていた紀州の亀蔵というやつの名を口から出まかせに行ったのです。この他に言うことはありません。どうぞご存分になすってください。 よく言った、と九郎右衛門は答えたそしてリオと文吉とにめぐわせして虎蔵の縄を解いた三人が三方からじりじりと詰め寄った縄をほどかれてしょんぼり立っていた虎蔵がひょいと物を狙う獣のように体を前かがみにしたかと思うと突然リオに飛びかかって押し倒して逃げようとした その時リオは一歩下がって塚を握っていた担当で抜き打ちに虎蔵を切った右の肩先から父へかけて切り下げたのである虎蔵はよろけたリオは二たち三立ち切った虎蔵は倒れた見事じゃとどめは俺が刺す九郎右衛門は乗りかかって喉を刺した九郎右衛門は刀の血を 虎蔵の袖で吹いたそしてリオにも脇差しを吹かせた二人とも目は涙ぐんでいた <laughs> 右兵がこの場に言わせませんのがとリオはただ一言言ったクロ黒モンら三人は貸しにある本田岩の上東取の辻番所に届け出た 辻番組合月番西丸お子難度宇戸の吉之丞の家来玉木勝三郎組合の辻番人が聞き取った本田から大目付に届けた辻番所組合遠藤田島守種則から堺忠則の留守へ知らせた堺家は今年4月に代替わりがしているのである堺家から役人が来て 三人の口書きを取ってただのりに復命した翌十四日の朝は御寺院がはらいっぱいの見物人である仇を打った三人の周囲へは山本家の親戚がおいおいはせつけた三人に宇戸野家から寿司と生菓子とを送った鳥の下国に西丸目津勝頭十五番組水のうねめの指図で 西丸勝目付永井亀次郎久保田栄次郎西丸小人目付平岡忠八郎井上又八使いの者下谷金左衛門伊丹長次郎黒桑の者4人が出張したそれに本田家遠藤家平岡家宇戸の家の出役があってまず3人の認定衣類持ち物手傷の有無を取り調べた傷は誰も負っていない 次に長井久保田両勝目付に当てた口書きを取った次に死骸の見分をした井手に奉公した時の亀蔵の名を持って長所に載せられた傷はこうである背中左の方一寸ほど突き傷一箇所傷口腫れ上がり深さ相知れ申さず襟に切り傷一箇所長さ三寸ほど深さ二寸ほど道所下の方に切り傷一箇所 長さ一寸五分ほど、深さ六分ほど、左耳の脇に切り傷一箇所、長さ一寸、深さ六分ほど、右の肩より乳へかけ、一尺ほど切り傷一箇所、深さ四寸ほど、同所、脇型に切り傷一箇所、長さ二寸、深さ一寸ほど、喉ど突き傷一箇所、長さ三寸ほど、都合七箇所、衣類は木綿一と物もの、博多帯。 持ち物はアサギ手ぬぐい一筋である死骸は玉城勝三郎に預けられた次に呼び出されていた亀蔵の口入れ人神田旧右衛門町第一藤谷次三郎同五人組亀蔵の下請け宿若狭亀亀吉が口書きを取られた次に黒衛門らの届けを聞き取った辻番人が口書きを取られた見聞の役人は 犬の城国に引き上げた。見聞が澄んで、宇戸の吉野城から、西丸めつけ松本助の城へ、坂井家留守水、正野寺笛門から坂井家めつけへ、坂井家から洋番、大久保鏡の神忠々へ届けた。十五日、宇戸下国に、水のうねめの指図で、正野へ黒江門ら三人を引き渡された。全番鳥の国から、 九郎右衛門とリオとを乗せるために堺家で差し立てた二丁の乗り物は。辻番所に来て控えていたのである。九郎右衛門文吉は本田何がしに、リオは神辺に預けられた。この日の鳥の下国に。町奉行筒井伊賀の神正則が九郎右衛門ら三人を呼び出した。堺家からは目付しも目付。足軽小頭に足軽を添えて。 乗り物に乗った二人と進かの分岐地等を警護した。三人が筒井正則の筒井の取り調べを受けて下がったのは犬の下国であった16日には筒井から再度の呼び出しが来た鳥の下国に頼き仁杉八右衛門の取り調べを受けて口書きを出したこの日に梨央は堺亀之進から三重門の未亡人は大沢家から 願いによって糸間を使わされた。リオが元の主人細川家からは、仇討ちの衆議を言って起こした。19日には筒井から三度目の呼び出しが来た。クロエ江門ら三人は口書き下書きを読み聞かせられて、鳥の下国に引き取った。23日には筒井から四度目の呼び出しが来た。口書き聖書に実印詰印をさせられた。 28日には筒井から五度目の呼び出しが来た「養蛮老中水野越前守忠国の沙汰で九郎右衛門梨央は既読の儀につき構いなし文吉は死祭これなく構いなし」と申し渡されたそれから筒井の奉仕を受けて鳥の下国に引き取った続いて堺家の大目付から 町奉行の救命が済んだから平常の通り心うべしと九郎右衛門梨央文吉の三人に達せられた九郎右衛門梨央は天保五年二月にもらったご飯物を大目付に納めたうるう七月一日に梨央に坂家の御用飯があった辰野下国に親戚山本平作桜井須左衛門が 朝上下で付き添って御用部屋に出た家老河合小太郎に大目付が売席して申し渡しをした「女将なれば別して御庄備あり三右衛門の仮名相続仰せつけらる当て行い十四人ぶち下しをかる追って相応の者婿養子仰せつけらるべしまた近日中奥お目見え仰せつけらるべし」というのである。 十一日に梨央は中奥目見えに出て五紋付黒ちりめんもみうらたそい白羽舞台一重ねと菓子一折とを賜った同じ日に浜町の皇室から島ちりめん一反故堺忠敬室千住院から高砂染ちりめん福沙に扇二本包みの内を賜った黒い門がことについては堺忠成から 過労本田生きりへ九郎右衛門は何のおぼし飯もこれなく以前の通りり飯出すべしかつ行き届き騒動団満足褒美出すべし別団のおぼし飯を持って五門付き朝神虫も下しを狩るという沙汰があった本田は九郎右衛門に百石やって用人の定跡にした利央へも本田から反物大千匹を送り本田の母から「 島麺一旦混ぜ魚一折を送った文吉は堺家の目付役所に呼び出されて「元表小遣い山本九郎右衛門家来」という資格で「格段骨折」「既得につき」「子役人格に召し抱えらる」「お当て行い金四両二人淵下しをかる」と達せられたそれから名字を「深中」と名乗って「 堺家の下屋敷巣鴨の山番を務めたこの敵討ちの終わった時八代太郎広方は78歳で黒右衛門梨央に勝備の歌を贈った「またも嵐玉松町折に相手父兄の安田内志は幸いは」いに。 太田七左衛門が死んでから12年ほどたっているのでもうパロジーを作って社をからかうものもなかった。